ンジェス。皆さん、これが新年一発目のデリバリー動画でございますが、その記念すべき一発目はですね、ネオンサインの、19年 SS 立ち上がりでございます。はい、情報も出てるんですかね、おそらく出てると思いますけども、はい、入ってまいりました。今回入ってきたのはですね、まあアウター、春アウターとカットソー類とニットですねっていう形になっております。今季はですね、結構ルック見ていただいた方は分かると思うんですけど、もうおそらくネオンサインはブランドとして、ストリートで行くというようなこうジャッジが下されたかというような、まあちょっとそういう意思決定を感じさせるような、まあコレクションだったんですけども、僕の気分はどちらかというとモードっぽい感じなので、まあそのストリートの中でも、どちらかというとちょっとモードっぽい感じの色とか、まあ、シルエットとかを、意識しつつもですね、まあ依然として、まあやっぱりネオンサインらしさが感じられるようなところだったりとか、あとはちょっとゆったりめのね、ネオンサインが得意とするようなシルエットがお好きな方とか、に対して、おこれいいんじゃないですかというような、そういうような提案をねさせていただければなというふうに、思っております。じゃあ早速全体感からお見せします。はい、アウターでございますが、こちらですね。これもね結構面白いんですが、実はちょっと凝っててですね、いろいろちょっと作りが凝ってるんですよね。一応名前的にはねトラックジャケットなんですけど、まあ、形的にはちょっとコーチに似てますね。コーチジャケットっぽい感じじゃないですか。前ボタンだしね、襟の形とか、どちらかというとコーチジャケットっぽい感じのもので、インサイドアウトの感じなんです。インサイドアウトでちょっとラインをね表現しているというようなものになっておりまして、これ結構デザイン凝ってます。面白いですね。で、これと同じようなモチーフでですね、インサイドアウトの、技法を駆使した、こちらはどちらかというとちょっとカットソーですね。カットソーなんですけど、ロンティーというかね、結構これはゆったりめの大きい感じですね。はい、はい、分かりますかね、この辺とか、はい、このインサイドアウトでちょっとこう裏表とかが、縫い代がちょっと表に出てるというようなデザインでございますね。はい、スポーティーな印象があります。はい、それとですね、こちらはまあニットでございますね、が、ロットシリーズと言われるね、製品の情報を全て洋服にデザインとして落とし込むというコンセプトのものを作られる、ロットシリーズから、まあ、こちらはですねポリエステル 100% で作られているニットでございます。はい、これらしいシルエットですよ。はい、着丈短めで身幅はデカめっていう、まあネオンサインらしいようなデザインですね。はい、ですごい軽いっす。めちゃ軽いですね。はい、そしてこれも非常にらしいアイテム取り揃えまして、ベストでございますね。ベストニットベストでございます。これコットン100のニットベストでございましてね、はい、もうネオンサインの定番アイテムと言ってもいいのではないかなというくらい、定番的にリリースされているようなアイテムでございますね。2色ブラックとグレー、はい、でございますと、まあ後で着ていきますけどね、皆さんちょっと見てみてください、あのラックを。どうですか、カラーパレットというか色、黒グレーじゃないですか。僕の気分ですね僕結構ね、19年の SS 黒とかね、ちょっと気になり始めてるような年頃なので、黒とかで、ね、ブランド的にもネオンサイン的にも黒のアイテムってあんまり出してこなかったらしいと。あんまイメージなくないですか、ネオンサイン黒ってブラックっていう。でも今季はこういうブラックのアイテムがちょっと多くてですね、まあそういうこともあって、黒とかこういうちょっとライトグレーみたいなものところを中心にちょっとチョイスさせていただいておりますと。はい、まあそんな感じで早速ねアウターから着ていこうと思います。はい、着てみました。どうでしょう。はい、最初に申し上げておきますと、こちらサイズ46で、お値段4万2000円でございます。はい、まあ全体のシルエットというかこんな感じですよ。はい、まあシルエットのお話をするとそんなに大きくないですね。ね、そんなになんかオーバーでもなくて、どちらかというとジャストめで、若干丈が短いかなというような印象があります。
でポケットがね結構上についてるんですよ。なのでこう入れた時にちょっとこういう感じの、まあ何ていうの、見え方ですね、はい、で遠目に見るとなんかこうちょっとねラインジャージかなみたいな、なんかそういう雰囲気なんですけどもですよ、ちょっとディティールをお見せしましょうか。まあ先ほども申し上げたようにインサイドアウトのような形で、はい、縫い代がですね外に出てるんですね。外に出ててそれでラインを表現しているというようなデザインでございます。でこれがですね表のポリエステルの生地の裏側にですねメッシュの生地ですね、これわかります、メッシュの生地をボンディング、つまり貼り付けているっていうような形なんですよ。貼り付いてるんですよね、これボンディングなんですよね。面白いでしょ、メッシュをボンディングしてると。で今季は結構ねメッシュ素材がね至る所に使われていて、一つポイントではあるんですけども、はい、このような形で、まあちょっと袖とかを見ていただくとこういうところがねちょっとインサイドアウト感が強いじゃないですか。で裏表をあれ裏表逆かなみたいな、なんかそういうようなね印象を抱かせる、まあこう裾とか、はい、でもまあボタンはね表についてるしっていうような、まあこういうところでちょっとね違和感があるようなね切りっぱだし、はい、そのようなまあパンチ効いてますね、これはデザイン効いてます、なかなか、はい、縫い代でラインを表現してしまうというような形です。どうでしょう、なんかちょっとこうやって見るとスタジャンっぽくも見えますね。スタジャンっぽい印象もなんかないですか、遠目で見るとね。まあ僕今ちょっとデニムとか履いてるからね、より一層ちょっと浜ちゃんみたいなイメージかもしれないですけど、でもなんかちょっと遠くから見るとまた印象が違うというか、うん、いいんじゃないですか、はい、すごい着心地もいいですし軽いですね、うん、ポリエステルなんで着心地も軽くて本当に春アウターというかさらりと着ていただけるんじゃないかなと。でよくよくディティール見るとあれ何ですかこれって、裏表逆なんですかみたいな、なんかそういうような一枚かなというふうに思います。今まであんまりネオンサインではなかったようなデザインかなというふうに思いますね、はい。どうでしょう、春アウターとして一発こういったものあってもいいのではないかなと思います。ボケてんな、 OK、 はい、次じゃあカットソーの方着ていきますね。あれ、はい、これがまあロンティーというか長袖のカットソーでございますね。着てみました。最初に言っておきましょう、僕が着てるのは46、お値段2万4000ですかね、はい、はい、そうです、2万4000でございます。はい、全体的なシルエットですけども、こんなような感じで、これはオーバーサイズですね、もうこれ極端に、まあこれはザ・オーバーサイズ、ビッグシルエットというような形のトップスでございますね、はい、もうこれは極端ですよ、もう身幅もでかいし、着丈も長いし、まあアームホールもね太いし袖も太いしみたいな、もう本当にこれは極端に振り切ってる感じのアウター、あ、違う、トップスですねでかいね、うん、これは極端で、まあでもやるならこれくらいの方がいいと思うんで、オーバーサイズもね。でこちらもですね、先ほどのようにちょっとインサイドアウトの技法が施されているという形で見てください。これもですね、これ今度表がねコットンなんですよ。なので先ほどのともちょっと質感は異なります、はい、ちょっとソフトな感じです。でソフトなそのコットンの裏地にですねメッシュをこうボンディング貼り付けておりまして、それをこう縫い代をですね、出すような感じでそれでラインを表現しているというような形ですね。なのでこの袖のところと、あとこの下、袖の下とこの脇腹にかけて、はい、これがラインで出てますね、はい、そんな感じです。袖がね、袖のところもちょっとこのほら、はい、切りっぱな感じで、これもちょっとまあインサイドアウトっぽいですよね、はい、
外にこういったところが出てるというような感じですね。いやストリートですねこれは。まあこれはなんかあの従来のねネオンサインっぽさというからしさがあるようなシルエットデザインかなというふうに思います。で、あ、胸元にロゴがあるんですよ。でちょっとねここもはいスポーティーな、ちょいスポーティーなイメージでどうですか。まあ今日僕はシャツを中に着てますけど、まあこういうふうにね中に今の時期だったら着てもいいと思いますしね、1枚で着ても存在感抜群というような感じで、はい、ストリートっぽさ出していいんじゃないですかというような感じです。はい、じゃあ次ニットを着ていきます。はい、着てきました。ですね、最初に言いましょう。これもですね、サイズ46、お値段が、2万2000円でございますね。はい、ロットシリーズですね。もうこれはザと言ってもいいのではないぐらいネオンサインっぽい、まあブランドらしいシルエットかなと思います。はい、身幅が大きめで着丈が短めっていうような、でこう後ろとかがねちょっとこうフレアというかちょんとツーンとこうなんでヒラヒラするというかドレープが出るというか、まあそんなようなほんとまあザという定番のシルエットみたいな、そういうような感じですね。でね、まあポリエステル100の生地なんでね、めちゃくちゃ軽い、着心地がめちゃくちゃいいですね。伸縮性もあるので非常に着心地もいいですよ。はい、軽いな本当に。やっぱこうやってシャツの上からとかね合わせやすいんじゃないですか。いいと思いますよ。でね、はい、ここです。ここね、あ、ちょっと白飛びがうざいですね。白飛びしてますけども、あ、ちゃんと映った。はい、ここに製品情報が全てね、ブラックとかファブリックポリエステル100とかね、全部こう落とし込まれてるという。で袖のところにほらこの選択表示ですね、選択表示。そして、こちらの袖、左袖に、まあ、ネオンサインのこのアトリエのこの住所ですねがプリントされていると、いうような感じでございます。まあリラックス感あるね感じで、はい、まあ襟も結構開いてる感じですね。生地の特性とちょっとねこうジャージっぽさもあるんですよ一方で、ちょっとね、うん、なので少しスポーティーな印象もありつつっていう感じですかね。あ、メガネすみませんました。はいはいはい、春っぽくていいんじゃないですか。春のね、まあカットソー感覚で着れる1枚、ニットとしてこういったまあレイヤードもいいと思いますし、1枚で着てもいいのかなと思います。はい、そんな感じで次はベスト着ていきたいと思います。はい、着てきました。最初に言っていきましょう、こちら46、サイズ46、お値段2万5000円でございますね。はい、もうこれもね、ネオンサインといえばっていう感じで連想される方多いのではないかなと思いますけど、はい、まあ身幅も大きいし、で丈ちょっと短めみたいな、そういうような感じでね、こう脇の開きもだいぶですよ、だいぶありますからね、ここまで脇開いてますと。なんならもうここの柄がね途切れてしまってるというそういうような感じです。まあね、こっちがまあどちらかというとちょっと定番色というかね、黒に白なんで、まあベーシックなというかスタンダードな感じですよね。今僕が着てるのはまあちょっとこうカラーバリエーションというか、グレーにこうサックスの爽やかな感じで春っぽいですね。ちょっと色合いが、カラーパレットが、まあ、ライトグレーにこういったブルーってことで、淡いブルーで、はい、まあ、今僕デニム履いてますけども、これスラックスとか履いてもねもうちょっとモードっぽい感じになるかなというふうに思いますし、うん、まあやっぱシャツとかね合わせるのが一番いいんじゃないですか。うん、シャツは一番間違いないなというふうには思います。
まあでもこれもね結構ベストな大きめのサイズ感なんで、なんか自由にレイヤードしていろんなものの上からね着てみたりとかしてもいいかなというふうに思いますよ、うん、まあ春先とかね、カットソーの上とかでもいいと思いますし、はい、いいじゃないですか。ぽいねぽいね、メガネかけそうですね。うん、いいんじゃないですか。はい、ということで、まあこういうの1枚あるとね、着こなしに幅も出ますから、まあいいんじゃないかなというふうに思います。あ、素材コットンですね。コットン 100% なのでお手入れもケアも楽ちんかなというふうに思います。はい、結構ざっくり編みですね。ね、ローゲージですね。はい、そんな感じでございます。はい、以上ですね、2019年の SS ネオンサイン立ち上がりでございますから、また概要欄の方にリンクの方貼っておきますから、皆さんぜひチェックしていただきまして、春夏、まあ年明けではございますけども、スタートダッシュ切っていただいてですね、もう気分は春ということで、やっていきましょう。はい、そんな感じです。では